人生の岐路に立つ瞬間、あなたはどんな選択をするだろうか。 R 兄弟の物語から人生の重要な教訓を学んでみよう。才能豊かで将来を嘱望された慈恵は三井物産大阪支店に勤めていた。しかし家族の事情により会社を退職し、その後様々な職を転々とすることになる。看守、セルロイド会社員、区役所職員など、どの仕事でも重宝がられたものの、長く続けることはなかった。晩年、慈恵は三井物産にとどまっていれば部長以上になれたと後悔の念を抱いていた。この経験から筆者は修士一貫の重要性を学び、自身の人生に生かした。若い世代へのメッセージとして、一度選んだ道を粘り強く歩み続けることの大切さが伝えられている。人生の選択に迷った時、この兄弟の物語を思い出してみてはどうだろうか。